はい、皆さんこんにちは、田中翔です。ということで本日はですね、バッティングセンターにいるんですけども、まあ、前回はね、審判さん、そして実況の方、もう二方つけてバッティングしてね、まあ、打率上がるかみたいなことやったんですけど、今回はですね、てかまあ今回も主役、お二方です、ね、俺じゃありません、今回は。ということで、本日考えついたのが、実況者さん、自ら実況しながらバッティングしたら打率上がる説でございますね。はい、ということでお願いしたいと思います。マネージャーに確認していいですか？大丈夫です。大丈夫ですか？大丈夫です。そして一応その後ろに審判さんもつけて。僕はマネージャーがいないんで大丈夫です。あ、なるほど。自分のバッティングを実況しながら打つって前代未聞、見たことないそんな光景。早速やっていきたいと思います。ということで行きましょう。ではお願いします。はい、ということでではどうぞ。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、はい、さあ、ただ正体が見られなかったということで、ラスト実況担当の私が打席に入っています。1球目、なんとかファーで粘りました。ただ、ネタバレをします。この前に20球は練習しています。なのに1球も前に飛ばすことができない。さあ、お、どうでしょう。さあ、お、どうでしょう。出た、アウト、アウト。もうちょっとでヒット性という、そんな鋭い当たりを放ちましたが、審判コールはアウト。さあ、もう何球目かも忘れましたが、息は絶え絶え。アウトだ、ピッチャー返し。アウトだ、ピッチャー返し。アウトだ、ピッチャー返し。ヒット、よーも。ただ、花城さんも最初のバージョンでは 5-2 でした。そう、通算打率は4割。それを超えないと今日は帰れないという地獄の一日になりそうだ。大きな振り、これは辛い。花城さん、よく勝ってました。あー、前が飛ばせない。なんと、気持ちだけは王貞治。気持ちだけは王貞治。ちょっと古いでしょうか。そう、どうだ。そう、どうだ。ほう、あー、わずかに3塁線切れました。さあ、今度こそタイミングがどんどんずれていく。最近のバッティングセンターは非常に作りがいい。ポン、高め低め、なぜか機械なのにちゃんと投げ分けられています。さあ、来い、ど真ん中だ。ポン、ファウル。さあ、まずか、撮影しているのがこのチャンネルの主役の花城さんなんですが、あ、花城さんを差し置いて私がこんなことをやってていいでしょうか。ああ、でもだんだん覚醒してきました。そう、雨の中でもなんか楽しい気分になってきた。どうだ、ファウル。いや、大変だこれ。いや、疲れてきたか。いつまでやらされ続けていくんでしょうか。なぜか田中さんは不敵な笑顔を浮かべながら、オートだ、不敵な笑顔を浮かべながら、オートだ、不敵な笑顔を浮かべながら、オートだ。ショートゴロ、ショートゴロ、ショートゴロ。田中さん、あと何球でしょう。終わりました。もう大丈夫ですか。身体的に、はい、大丈夫ですか。はい、ということでヒット1本、はい、打ちました。綺麗なセンター前ヒット、おめでとうございます。ありがとうございます。めちゃめちゃ面白かったわ。もう俺カメラマンでちょっと撮影したんですけど、もう必死に笑いをこらえて。はい、ということでね、まあ、実況の方すごいいいバッティングをねしていましたね。いや、もう当初の目的とは全然違うチャンネルの趣旨になってしまいましたけども、主役はなんといっても田中さんなんですけども、まあ今回に限って言えば私ですかね。さあ、実況星野帰ります。田中さらば。